放置少女っていうことで、私は結構だいぶ前に少女は卒業してるんですけど、こんにちは、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。ようこそお越しくださいました。さあ今日はですね、はい、たくさんの方配信でご覧になっていらっしゃいますので、皆さんに一言ずつご挨拶をいただきたいと思います。まずは福田さん、お願いします。はい、この大変なご時世の中、こうして皆さんに お集まりいただき本当にありがたく思っております。そして最初に言っておきたいんですけど、放置少女ということで、私は結構だいぶ前に少女は卒業してるんですけど、この中に入れていただいて嬉しく思いますし、そこは優しい目で見ていただけたらと思います。今回の撮影でこうやって皆さんと会って、やっぱりそれぞれの可愛らしさがあるなっていうふうに本当に実感しながらじっくり見ちゃいました。やっぱりこういう可愛い子たちを見てるって、それだけで幸せになるので。いや、先輩素晴らしいな。先輩が一番可愛いのに。分かる、そうなの。先輩が一番可愛いです。いやいやいや、すっごい綺麗だし一番可愛いんですけど、だから私たちが目の保養になってました。さらに佐野さん、佐野さんいかがですか。佐野さん今ちょうどマイク持ってまさにとおっしゃってましたけれども、まさに本当にもう初めて会った時よりも本当にもう年々本当に何ですかね、美しさがパワーアップしていて本当に目の保養になっております。ありがとうございます。